ハレルヤ。啓示録の21章を開きましょう。啓示録の20章。ここで終末論の最後の時間となると思いますが、今日は千年王国の後に起きることを、勉強してみます。まず啓示録の20章7節から最後の通告節までを一通り読みます。いいですか？どうぞ。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、コグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都を囲んだ。すると、天から火が下ってきて、彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには、あの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは、昼も夜も、夜を限りなく、責め苛まれる。私はまた、大きな白い玉だと、そこに座っておられる方と見た。天も地もその見前から逃げていき、行方がわからなくなった。私はまた死者たちが、大きなものも小さなものも、極座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。海はその中にいた死者を外に出した。死と黄泉もその中にいた死者たちを出し、彼らはそれぞれ自分の屋内に応じて裁かれた。死も黄泉も死の池に投げ込まれた。この死の池が第二の死である。その名が命の書に書き記されていないものは、死の池に投げ込まれた。アメン。祈ります。万軍の主なる神様、この時間、真理の御言葉を正しく悟ることができますように、あなたの真理の聖霊によって熱く働きかけてくださり、一人一人が永遠に悔いのない信仰生活を今のうちにきちんとできますように助けてください。たった一人も本当に一つしかない自分の人生を誤って永遠に悔いる恥知りをするような、そういう裁きの者に立たされるようなことが絶対にないように、この時間もあなたの真理の御言葉を通して熱い信仰を持たせてください。すべてを主の聖霊に委ねて、イエスキリストの尊き皆でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日は1000年王国の後に起きること、これは知るべきですから、これを知ることによって、またこれで終末論の最後の勉強をすることによって、これは、千年王国の後の話まで勉強しないといけないのかと思う人がいるかもしれませんが、これを知ることによって、今我々がどう生きるべきであるか、そういう生き方がはっきりと見えてきますから。アメン。もう、あとは見えない未来のことはどうなってもいいと思っていてはならない。今我々がどう生きるかが、これからやってくる未来の我々の人生を決めつけていくことになりますから。今生きた
我々の生き方に、そしてその全ての行いに応じて、我々の未来がある人は裁かれ、ある人は報われるようになります。その日が必ずやってきますから、今日一日だけ何とか逃れれば、あるいは逃げればよかろうと、大丈夫だろうと思えば、大きな、それは間違いであり、勘違いであります。未来には避けられない、避けられない、神の裁きが待っていますから。アメン。裁きがあるからそれを怖がる。怖がらせるためにやってるわけじゃない。その裁きに会いなさいというので、会わないように、会わずに済むように、代わりに裁きに会わないで、神の報いと祝福に無限に入るように、その道を今、照らしているわけですよ。その道を今、目に見えるような形で、照らしているわけなんです。アーメンできます？さあ、千年王国がパラダイスのように、千年王国の話は9月14日の水曜日に喧嘩したいですね。本当にパラダイスのような千年王国での悪魔は、啓示録20章の3節で読んだように悪魔はどうなります？縛られて、底なしの淵に閉じ込められて、諸国の人々を惑わすことができないようにされて、縛られてしまいますね。アーメン。悪魔が全然働けなくなるから、本当に人々が、人類が今までこの世を生きるようになって、作られたから求めてきた平和というもの、それが誠の意味で実現する。そして、それが1000年も続く。それで、神の愛と恵みだけを味わいながら生きる世界だから、誠に素晴らしい世界であります。しかし、それが、その1000年も、今の1年、今の1000年と終わるよ。ある人はね、この1000年は夢のように、あっという間に去っていくんじゃないかと思う人がいるんですね。まだそういうね、説明する人もいるわけですよ。違い、皆さんはどう思いますか？千年王国での、千年間の暮らしは、夢のように、あっという間に終わってしまいますか？あるいは、今の一日一日と同じような長さで1000年が続くんですか？今の、一日24時間の長さ、間隔を、それをそのまま感じるような同じ流れで1000年が続くんですよ。信じますか？そう。雷のように去っていくような、そういう1000年じゃありませんよ。そのように、まるで夢のように、まるでこういうのをただの企みに作られた言葉のように解釈したり思う人がいっぱいいますよ。違います。今の1日と同じような1日の長さが1000年間続くんですよ。その1000年間の間には、本当に主イエスと共に生きる人生の幸せ、そういう祝福が何であるかしみじみ感じるようになるでしょうけれども、問題は、この1000年も終わります。いつ終わりますか？いつ終わります？わかりませんか？難しく考えないで。この1000年はいつ終わります？ 1000 年が？そうそう。この二人で。1000年が経つと終わります。アメン？ハレルヤ、元気ないんですね。1000年が経つと1000年が終わるんですよ。途中で終わりませんから。さあ、その1000年がいずれは経ちますよ。なぜ、この1000年王国が続くのも、今の点と、今の点と今の地がそのまま継続している中で、これが実現しますから。アメン。そしたら、この時の流れも、同じだし、土地も、天も、今見てるこういう世界ですよ。ただ、これがリフレッシュされて、悪魔が働けなくなる状態だからね、人間関係をはじめとして、こういう空気から、この自然環境もすごい平和なリフレッシュされた、そういう世界となりますね。それはもちろん言うまでもないです。ただ、今の天と地が続きますから、これが終わる。1000年経つと終わりが来ると。終わりが来ると。終わりが来るんですが、その終わりに何が起きるのかと。いうと、今日最後の時間だからまとめてみる。サタンがまず、サタン。
サタンがどこから解放されますか？サタンが閉じ込められた場所はどこでした？啓示録の20章の3節にありますね。底なしの淵。海の中、うん、黄泉の中でも特別な場所なの。もう底がない。うん、下へ下っていても下っていても底がない。底につかない。もう底がない。底はなしと。底なしの淵がありますね。うん。降りていても、もうすっごい深い。深淵よりも深い。深淵といえば、あのインドネシアあたりに、世界で一番深い海がありますね。それを深淵というの。世界で一番海、深い海は何メートルあると思いますか？私もはっきりとした数字は覚えてませんが、約1万メートルちょっとありますね。1万1千だとか。うん、海が、深い海が高い山より深い。一番高い山は何メートルあります？関係ないでしょ、皆さんと。そんなのはね。当然行かないから。8848? 正確ではありませんが、とにかく8800以上ですね。ちょっとあります。深淵という言葉は、聖書でよく出てきますが、深淵という言葉は何を意味しているかというと、世界で一番深い海のことなんです。今のことを感覚で言うと。しかし、聖書で言っている深淵とは、それよりも、もっと深いという意味です。それよりも。アメン。黄泉の深さ。目に見える宇宙の中での海の深さよりももっと深い、黄泉の中でもまだ一番深くて底のない、そういう一定した刑罰、閉じ込められる、海の中で、黄泉の中でまた特別な刑務所のような空間がありますね。それが底なしの淵なんです。そこに閉じ込められたら、サタンも働くことはできないの。それが1000年間続くんだけど、その後、サタンがそこから解放されます。解放されて、諸国の民をまだ惑わします。まだ惑わそうとして、サタンがそこから、底なしの淵から解放された時に、サタンに惑わされる。人と惑わされない人が二つに分かれます。アメン。じゃあ、サタンの、これは、最後の、何ですか？惑わし。サタンの最後の惑わしがあります。1000年王国の終わりにです。よろしいですか？じゃあ、その時に、第一の対象は誰かというと、コグと、マゴグと言われる、人たちですね。この人たちは、これまでの説教の中でも少し触れたことがありますが、多分、はっきりとした聖書の根拠はたくさんありませんから。ただ、第一の復活の時に残された人、第一の復活は何ですか？今の体が命の復活の体を受けること。イエス様の空中再臨の時に起きる、第一の復活の時に復活できずに残された人々、の中で、二人の預言者が伝える福音を聞いて、またイエス様を信じて、7年間難を通った人たち。彼らを復活させたという聖書の記録がないから、彼らはイエス様は残されたままイエス様を信じて、空中に上げられないでこの地上にいながら7年間難通ったから、彼らは肉体のまま救われて、イエス様を信じて7年間難通った人たちだから。彼らは1000年王国に入っても、陸大のまま生きたはずですよ。今の陸大のまま。復活の体を着せてもらうチャンスが聖書に書かれていませんから。アメン。彼らは、ですから今の陸大を持っているから、復活した陸大じゃなくて、復活した陸大を持っている、第一の復活に預かった人々は結婚したり、子供を産んだりはもうないんですね。天使たちの上に霊的になりますから。しかし、陸大のままに、観覧を通って、千年王国に入った人々は、今のこの朽ちる体を持ってるから、飲み食いだけあって、彼らは、子供も産んだはずです。それが1000年間産むと、子供が増える、子孫が、最初の説明によれば、海の砂の数ほど多かったとありますから、海の砂の数ほど彼らも多く増えたという話です。
彼らはイエス様は一千年間の間には信じるようにはなっているんだけども、彼らは弱さを持ってるね。弱点を持ってる。どういう、彼らの弱点とは何ですか？彼らが復活してない肉体です。アメン。今の朽ちる肉体を持ってる、これが弱点でしょう。聖書全体をから考えてみれば、こういうふうにしか解釈するしようがないんですね。それで彼らは肉体によって一千年を通った人々だから、増えたし、またイエス様を信じるんだけども、もう一度悪魔が底なしの淵から解放された時に、で悪魔はもう一度悪魔が惑わした時に、彼らは肉体の着点によって悪魔に惑わされていくはずです。これが子供と孫と言われる人々の部類です。アーメンと言ってもいいし、アーメンと言わなくてもいいですよ。さあ、この人たちのと、ですから、ここで我々が本当に考えるべきなのは何ですか？一千年後にまだこういう惑わしがあって、彼らは、これは惑わされますね。惑わされるよ。惑わされる。惑わされて、彼らが、どうなりますか？ A、これは A。B は、聖なる者たちの真言に、聖なる、聖なる者たちの真言に住む人々。それと、また、神に愛された、特別愛された都を。ここに住む人々を悪魔に惑わされた国と幕府が攻めてくるんです。で、この陣営、聖なる者たちの陣営と愛された都を彼らが取り囲むの。攻め上って攻撃するためです。悪魔に惑わされたら、一千年間一緒に住んでいても、またそれが敵になるの。悪魔に惑わされた。イエス様の弟子だったイスカリオテのユダが、弟子だったの。カバン持ちだったの。それが惑わされた悪魔に、イエス様を売り渡したの。裏切って。いくらでもそういうことがありますよ。教会を迫害する人は誰ですか？信者を迫害する人は誰ですか？世の人々より、信仰を持っていながら、いい加減に間違っている信者たちが、本当の意味で信者たちを、あるいは、まともな信者たちを、あるいは教会を批判したり、迫害したりするんです。私は今まで仏教を信じている人が、私を悪口言ったことを見たことない。全部クリスチャンにやられたの、私はやられたの。皆さんも経験してるはずです。すなわち、悪魔に惑わされれば、たとえその人が、ついさっきまで、十二弟子の一人であるとしましても、ユダのように敵になってしまう。信じますか？そのように悪魔に惑わされないように自分を守るのが、信仰生活勝利の秘訣なんです。誰でもそうなりうるからね。油断すれば、誰でもそうなの、油断すれば。私、人間の世界には永遠はないから、永遠に保証されてもらわないです。神に頼るときに永遠が保証されます。アメン。ですから、一千年王国に入ったからといって安心しちゃならない。なぜ、一千年王国も終わりが来るんですよ。終わりが来ると、また悪魔がもう一遍惑わす事態がやってきますね。これが、そんなのないと言えるんですか？そんなのないと思う人は、この今読んだ聖書を破るべきです。しかし、これは実現します。アメン。じゃあ、この人たちが幸いなのは何ですか？彼らは、大一の復活に預かった人々なの。アメン。彼らは、今の朽ちる、この世を求める朽ちる、今のこういう体を持ってなくて、どんな体を持ってる？イエス様のように復活した神聖な体を持ってる、この人たちは。アメン。神聖な体を持ってる。ですから、私たちが今、これは一千年後の話だけども、今の信仰生活が、これと関連づけて考えれば大事なのは何ですか？今、突然、今夜イエス様はこの世に来ても、空中に来ても、
引き上げられる大地の復活に預かる信仰生活を今やってないと、この一千年後に悪魔にまた惑わされる大変なことが待ってるから。この時に惑わされた子と孫はどうなりますか？天国に行けますか？天国に行けないの。これはアーメンできますように、イエスの皆で祝福が。アーメン。ですから私たちは今、一千年後のこと、永遠なることはもちろん、この一千年後にまた来るからこういうのが、惑わしはもう一回待ってるから。惑わされずに済むためには、聖なる者たちの陣営に、そして愛された都に入る資格を得るべきです。これは、イエス様は突然再臨されても、引き上げられる。それで、第一の復活に預かる。命の復活に預かる。そういう信仰生活を今やるべきだ。はっきりと前もって言いますが、第一の復活に預かる人の数は、今地球上にいる人の数に比べれば少ないの、少ない。一部にせない、一部に。ほとんどの人が残されますから。いくらうまくいっても半分は残されます。いくらうまくいっても半分は、今だったら、わかりやすく言えば、5分の4は残される。だったら今、これから頑張っていけば、この世の人が頑張っていても、最後には半分はあっても残されるという感じだ。ですから、二人いれば一人は残されると言って、そういう感じだから。今から一生懸命頑張れば、これ、今は、5分の5のうち、5分の1は、挙げられて、5分の4は、残される感じだからね。これからうまくいけば、半分、あげられて半分残される。そういうふうになるから。大変ですよ。大変。これを誰が、半分でも救われるように、この世で人々が、半分でも大地の復活に預かるように、誰がするのか、皆さんと私がしないとやる以外。今信仰を持っている皆さんと私が、全世界において今信仰を持っている人々がこれをやらないと他にやる人が言いませんで。今我々が目を覚ましてそれをやるべきだ。そういう地球を神様が私たちの教団にも今許して、その道を、その扉を開こうとしている。この矢先に我々が今立たされています。ハレルヤ。アーメン。ですから希望を持って頑張ってくださいよ。これからの皆さんと私の生き方は、これまでのようにじゃなくて、もっと輝くもの、もっと熱いもの、もっともっとすごい神を不思議な力に満たされて、働くものにならないとならないです。そういう時代に我々が今ちょうど来ています。じゃあ、まず、第一に悪魔が底なしの口から解放されて、この子ぐと孫を惑わしますが、彼らは惑わされてしまいますね。すだったり悪魔に戻ります。この彼らを用いて悪魔は今度は誰を攻撃するのかと、惑わそうとするのか。聖なる者たちと、それで愛された都にいる大一の復活の預かった人々をまた惑わそうとします。アメン。しかし、その時、幸いなのは、天から何が降ってくる？天から火が雨のように降ってきまして、聖なる者たちの陣営と愛された都を取り囲んで攻めようとしている子ぐと孫ぐを天から降ってくる火が焼き尽くして滅ぼしてしまいます。ハレルヤ。アメン。第一の復活に預かった者どもは、ここで、一人の子らで全部守られます。一人の犠牲者も出ませんね。その後、サタンはどうなるのか？死、サタンは、どうなりますか？サタンは、死と、異様。死と異様の、池に投げ込まれてしまいますね。これはまた大きな最後の審判の
手前の段階です。アメン。このサタンは最後の審判に裁かれることもないの。もうすでに裁かれてる。最後の審判の時にもう一度彼を裁くまでもない存在なの。なぜサタンは罪の塊だ。サタンは向いても向いても罪だから。皮を向いても皮を向いても罪、罪そのものだから。サタンは永遠に許されないものなの。裁くまでもないの。再審判の前にサタンは、刑事録中級書の20節で読んだ、獣と犠牲預言者たちが、イエス様は地上再臨の時に、異様の石の中に投げ込まれたのと同じように、その場所に2番目、サタンが投げ込まれます。だから、獣と犠牲預言者らが最初に、地上再臨の時に一切の王国の前に、地獄に投げ込まれて、その次に、サタンが1000年後に地獄に投げ込まれます。その後に大審判が起こります。その後に。アメン。その後に、ここで最後の白い御座の前での、最後の大審判が起こります。さあ、最後の大審判がこの段階で起きますが、皆さん、刑事録をある人々はね、この1000年後に起きるこういうことが、これが大観難だという人がいるんですね。大観難だと。これが大患難だというふうに、だから千年王国の後に大患難が来るというふうに考える人がいるんですよね。しかしそれがなぜ大患難ではないのかというと、大患難は前の3年半、後の3年半と分けられて、都合7年続くのが大患難です。アメン。そして大患難の時には、こういうことが起きるんじゃなくて、他のことは起きる。どんなことが？氷が、こんな、何十キロもする氷が降ってきたり、あるいは獣の預言者が働いたり、アメン？ 666 数字の獣の数字が、サタンによって、サタンの、偽ハンギリストの霊によって働かれたり、またこの世の海が、地に変わったり、海の生き物が全部死んだり、アメン。こういうふうに今まで勉強したような内容が7年間なの時には起きるんですよ。1000年王国の後に観難のように起きる、これは悪魔の惑わしは、の時にはそんなの起きませんよ。そしてこれは7年間ずっと続くんじゃなくて、一時的なものですよ。アメン。一時的なもの。だから、大観難とは意味内容が全然違うわけですよ。ですから、1000年王国の後に7年大観難が来るという対策は根拠を探すことはできないというんです。全然意味内容が違いますから。アメン。それから、これがあって、今あるこのテント、宇宙の地は、その中の一部がどうなるんじゃなくて、全部が、行方不明だね。行方が分からなくなるの。だって消え去るの。アメン。消え去るの。この地球上にいろんな観難が起きるので、この今ある地と天がもう消えてしまうの。それから神と神事が下ってくるまで天から、さて楽園が下ってくるまで天国間にするなるまで、何が起きる？裁きが起きます。最後の裁きが。意味内容は全然違うから。信じますか？難しいですか？さあ、これは7年大観難ではないということか。アメン。これは悪魔の惑わしであって、悪魔の惑わしであって、これに惑わされる人は誰だ？コウとマゴゴ。彼らの数は一人札じゃない。海の数ほど増えた
肉体の持った人たちの子孫なんですよ。アメン。その肉体を持ったという着点によって彼らは悪魔に惑わされます。しかしもうすでに空中されるときに復活の命に預かって、復活の体を持っている我々は、もう神様の完璧な保護に入ります。いいですか？うん。これが7年間なんとは違う、大観なんではないということね。それで7年間続くんだろうって、一時的に置け、一時的に。それで、その後に最後の審判が起きますか？この最後の審判の時には、サタンと偽預言者と獣は、もうすでに、硫黄の火の中に何個も地獄に投げ込まれて、彼らはもう大審判の時には、審判の座の前に立つことはないの。もう先に行ってるの、先に行ってるの。ハレルヤ。彼らは、本当にもう罪そのものだからね。罪そのものだから、この、一番初めに地獄の中に投げ込まれる人は、まず誰でした？継続中教の二十節。獣と理性預言者。アメン。彼らはもう千年王国の時にも、その最後の審判の時にも、もうこの世にないの。彼らは一番真っ先に地獄に投げ込まれて、それをその後誰が？サタンが。よろしいですか？その後に、啓示録の20章の中1節にあるように、白い極座の前、神様の白い極座の前での最後の審判が行われましたが、その時に、今まであったこの宇宙万物、つまり今まである天と今まである基地がどうなる、行方がわからなくなるの。7年間の時にはどうでしたか？いろんな、地震が起きたり、氷が降ってきたり、海の水が地になったり、火事が起きたり、太陽が熱くなって、この地球上にいる人々が火傷して焼かれて死んだり、いろんな困難がたくさん起きても、この地球とこの地が、天が、なくなってしまうと消え去るということはなかったんですよ。それはずーっと続いていたの。アメン。今、一千年王国の後に、やっと大審判の時になって、今あるすべての天たちは、全部なくなってしまうの、全部。全部消え去るの。ですから、この世には望みを置くことはありませんね。いくらこの世にお城を作っても、都を作っても、全部それはなくなりますよ。アメン。全部なくなって、どうなるのか。神の世界は、神がおられる、神の世界、天国というのは、どこ行ってもキリがないね。ここまで広いわけでしょ。ここまでという限界がないわけです。アメン。ここまでという限界がないの。その中の一部が何でしたか？悪魔が罪を犯して閉じ込めた黄泉でしたね。黄泉、これが。信じますか？この黄泉にまた今目に見えるこの世である宇宙を作られたんですね。まだその宇宙の中に今我々人間も作られたんですね。アメン。それでその一部にまたエデンの園を作ったんですね。覚えてますか？さあ、これが今まで困難もあったり、いろいろ一千年王国もあったり大変だったんだけども、全部これはずっと続いてたのね。この地球を、この天が続いてたの。でも、大きな裁き、最後の裁きの時に来たら、これは全部宇宙万物とその中にあるものが全部取られば、もうなくなるの。行方不明というのは消え去るという、消え去る。こうあったのが、この世にあったのが、これを黒で表示される、この世にあったのが、なくなって全く何もないようにこうなるの。こうなったところに、これと、分離されて天国の一部として救われた人々が行って整えられて用意されていた何があったの？楽園があったでしょ？楽園。それがまたこの天国の神のもとを離れて天国からなくなったこの部分に降りてくるの。
ここに今までの世界があったでしょ。それがなくなったのね。なくなってこうなってるじゃない。なくなったからこのようになってるはずでしょ。それをまた埋め尽くすように、埋め尽くすようにこの準備、神のもと離れた楽園がここに降りてくる、降りてくる。これがまだ、それで今まであったのは全部なくても、新しく用意されたものが降りてくる。この楽園が、天国ではなくて天国の一部として楽園だな。アメン。この楽園が、今度は楽園の先じゃなくて、この楽園が天国の一部として、私たち救われた者どもが住む世界となります。いいですか？で、これは、神の元から離れてくるの。で、準備ができてくるの。準備ができてくる。どんな準備か。私たちの信仰の行いに応じて、ある人には王様の宮殿。天国行っても、いろんな証があるでしょ。天国行っても。この世を生きる間に、信仰による行いを見せて、天国に住んでない人々は、天国に行けば住まいはある。住まいはあるんだけども、家がないとか。ある人は家があるんだけども、家の扉がないとか。なぜ信仰によって送ってないから、天に。天に移してないから。それぞれの行いによって、この天に行って無限に生きるときには、全部受ける報いがそれぞれ違うと。ある人は太陽のように輝く。太陽といえばこの世では一番明るくて高いですね、この世では。すなわち一番そういう高い地位に行くものもあれば、月のようにその下に行くものもあるし、まだ星のようにまだそれよりもっと、輝かない存在もいると。でも星の中でもそれぞれたくさん星の数もあるというふうに。個人の行いによって、ここへ行けば全部報いが違うわ。信じますか？この最後の審判の時には、さっき読んだでしょ？命の書と他の本。行いの本がある、行いの本。この世を生きる間にどうやって生きたのか。その行いに応じて、それは裁きの根拠なんですね。裁きの根拠でもありますが、我々が受ける報いの根拠でもあります。よろしいですか？じゃあ、ここで、再審判の時に、死者たちが行いに応じて裁かれていく。それは、ヨハネの古書の29節に出てくる、二つの復活のうちに、どちらですか？命の復活ともう一つの復活は何でしたか？裁きの復活がありましたね。覚えてますか？肉体を去った人々が、肉体を去った後の世界であるお墓から出てくると、ヨハネの古書の29には、ある人は救われて命の、永遠なる命を受けるために命の復活を遂げるし、ある人は永遠なる命を受けてない人は、裁かれるため、裁きの復活を、するようになると、あります。その、第一の復活は、イエス様は空中再臨の時に行われると勉強しましたが、その第二の、裁かれるために復活する第二の復活は、この大審判の時であることを説明した箇所がどこなのかというと、啓示録を今読んだ20章の中日から中古説の間です。アメン。啓示録20章の中日から中古の間に、救いを得ずに死んだ人々の裁きの復活がそこに書かれています。こうやって、ここまでで、今、我々が生きる宇宙万物と目に見えるこの世は全部、もう消え去りますからね。消え去って、あったものが、今まであったものが全く何もないような。しかし、ここは、東洋、あったものがなくなったが、ここは、こう、空いた状態、空いた状態ね。空いた状態になるでしょ？アメン。空いた状態、ね。今までは、目に見える宇宙万物がこの中にあったんだから、あった。さあ、これがなくなったから、今はここが空いてしまったの。空いてしまったところに、用意を整えた、私たちの信じる者どもの行いによって、準備ができた楽園が、
うん、この楽園が神のもと、天国の神のもと離れて、ここに空いた部分に降りてきますね。アーメン。うん、これが千年王国の後に起きる第3番目の適応となる、適応と。しかし、楽園、これは言葉を変えれば、これこそ新天新地なの。アーメン。新天新地、なぜ今まで我々が住んでいた古い天と古い地はどうなりましたか？裁きの時に消え去ったから、消え去ったから。それでここ空いてしまったの。アーメン。うん。これがまだある時に我々は信仰生活してましたね。千年王国もこの中で行いますね。危険しますね。ここで信仰によって天に積んでおいた我々の行いの結果が楽園で全部準備できて、ある人には太陽のような報い、ある人には月のような報い、ある人には星のような報いだけども、その中でも星もそれぞれ全部種類が違うのと同じように、人個人個人が受ける報いが違うということなの。しかしそれが千年王国が立つまでここで楽園で準備ができて、それが千年王国の後、また裁きの後に最後の順番として、最後の順番としてこの楽園が準備を整えて、機械だった花嫁のように全部準備が終わった段階で神のもと離れてこれが降りてくる。とこへ今亡くなってしまった愛、そして空間が空いてしまった、この今までの古い地と古い天があったこの部分にこれが降りてくるんですね。アメン。ハレルヤ。そこに我々が入っていきますね。その新天新地、あるいは楽園、これが限りなく広がっている神の国、天国。天国、もう黄泉とこの世はなくなったから、これはね、あいつら、これはここに侵略してくるから、これを埋めてくるから、この楽園と新天新地が天国の、ある意味ではこの、絵では真ん中になりますが、真ん中ではないんですね。真ん中はどこが真ん中？神の御座があるところは真ん中ですよ。アメン。ただ天国の一部に、この楽園が天国化するというふうに考えれば間違いありません。楽園が天国化すると、天国になると。アメン。とっちに取っておいて、準備ができたものがここに進撃してたよって。今の世がなくなるから。あとは天国の一部として我々は住むようになりますね。この楽園が、神天神地が神のもと離れてこの世に出て、降りてくる。きっと、この楽園を説明したのが、啓示録21章と22章ですね。これの特徴は、啓示録21章と22章に出てくる楽園の特徴は、神のもと離れてこの地球があったところへ降りてくるというんです。アメン。それから、ここには何がある？命の木があって、私たちに永遠なる命を与えられるという、これが天国の一部でもあり、またもともと楽園にあったエデンの園にあった命の木、それがずっと変わらずに続いて、我々が救われて天に行くまでを準備をしながら待っていたということに結論になります。よろしいですか？啓示録21章と22章を読むと、命の木がここには出てきますね。これで、これが同じ場所の展開だということがわかるようになります。よろしいですか？こうやって神の統治がこの世を作って悪魔を裁き、悪魔を裁き、人を作って神の統領者に、協力者にして、この悪魔を完全に裁いて人は神の子供にする。こういう神の統治のシリーズがここで幕を閉じるようになります。アメン。こういうことがこれから順番にずっと起きるから、今この世を生きる我々が本当に望みを持って、すっごい大きな希望を持って、それで警戒心を持って、なぜ目を覚まして第一の復活に預かる信仰生活をしないと、置き去りにされたら1000年後にもまた大変なことが起きますからね。その子孫代々まで。子孫がどうなるかまだわからないし、自分は乱を7年間通って、やっとの思いで矢様信じて救われても、自分がまだ肉によって産む子供がどうなるか分かんないし、どうなるか分かんないので、こうなるじゃん、ここで。わざわざ。よろしいですか？ここはこういうふうに、これを、今後とまぐは解釈しないと、他に聖書に根拠がない。根拠が。とにかく、これは、
東京、地の手宣教協会に送られた者ども、そして EMC 進学校を通して私が皆さんに、神から祈った結果をもって教えた結論です。ただ、これだけが正しいから、世界の神が私の教えに従えとは言わない。言えないし、ただ、私が今まで神に求めて、それで、霊的なことを悟してもらって、で、まとめた結果が、結果のうち、この終末論は、今日で、その終わりを告げますが、皆様はこれを参考にして、これを勉強した理由、また神様はこれを聖書に書いた理由は、こういうことはこうあるから、警戒しなきゃいけない。間違った道を歩んじゃいけない。今日、いい加減に生ければ、明日、未来、永遠なる人生が大変だから、しかし今日、正しく生ければ、こういうまた素晴らしい世界が待ってるから、保証された人生が待ってるから、信仰生活を警戒すべきことは警戒すべきだし、また、望みを持って、希望を持って求めるべきことは、とことんまで求めても、私たちに損することないの。全部、神様はこういうのを備えて待っていてくださるから。アメン。今の頭では想像すらできない素晴らしい命と祝福を神様はちゃんと用意して、順番によって我々を導いておられるからよ。去年が今年になって、今日という瞬間がやってきたように、去年も一昨年ももう過ぎ去った時代のことは、我々が戻すことはできないと同じように、本当にこうやって神様を統治していかれるのに、置き去りにされる人、神の基準に間に合わない人々は、どうするのか。皆さん、今の肉体死ねば終わりだと。もうこれは子供、何にも考える能力を持ってない子供のような発想なの、考えなの。死ねば終わりじゃなくて、死ねば今度は終わりがない始まりですよ。ハレルヤ。人々が死ぬという時は肉体が死ぬことしか考えてないからね。この肉体が死ねば今度は終わりがない人生が本格的に始まるの。ですから今の肉体は、悪魔の方に撒かないで種を。神の方にこの今の肉体を持ってどんどん撒いていけば、刈り取る時には今の肉体を脱ぎ捨ててから永遠に永遠に素晴らしいものを創造を奇跡するものを刈り取ることになります。そういうどちらか行かねばならないね。今の肉体脱ぎでもどちらか我々は行かないといけない。なぜ私たちの霊魂は永遠なる命だから。地獄いても永遠、天国いても永遠。ハレルヤ。どこいても永遠なの。第二の死は消え去るのか、体が消え去るのは第一の死。神から永遠に離されて、地獄に投げ込まれるのは第二の死ですよ。死の概念は二つあるの。第一の死の概念は、今の体が消え失せること。第二の死の概念、意味は何ですか？第二の死の意味は、神から永遠に離されて、地獄の死の中に投げ込まれていくこと。これは第二の死ですよ。第二の死と第一の死は意味が違うんです。アメン。さあ、ですからこういうのがまだあるからね。千年王国が終わってもまだこういうのが順番的に待ってるの。ここへ行けば安全です。ここまで行けばね。アメン。ここまで行けば安全。さあ、ここまで行くためにはまず、超イエス様が空中に来られても引き上げられる信仰を今準備することなの。ああ、週末の勉強したら、千年王国で長い月日が待ってるし、まだゆっくりやってもいいと思っている人がもしいれば目を覚ましてくださいよ。千年王国は、どうやって入れば安全ですか？保証できます？第一の復活動機に、復活を成し遂げてから千年王国に入らないと約束できない。そういう人々はもう、今度は悪魔が働いても攻撃しても守られるし、天から我々を守らない火が、降ってくる火が、天から、第一の復活の味方者どもを守るために天から火が降ってくる。こういう不思議な奇跡を神様は施しますが、そうじゃない人々は大変だ。皆さんは、第一の復活に預かって、空中に上げられて、その後、千年王国に下ってきて、で、王のように素晴らしく生きて、悪魔がもう一回惑わそうとしても惑わされずに、神の国まで不断でに行きたいと思いますか？ならば、今日から信仰生活を熱くしながら熱く。アメン。
信仰生活に命をかけ、命を。今の肉体にある命、力、すべてをかけて信仰生活を優先的にすれば安全になりますが、そうだな人々はほとんど残されますから、残されますよ。これは人を脅かすためじゃないの。万が一でもよ、万が一でも私が皆さんを脅かしたならば、こういう言葉で、私は強く生きますよ。そういう話です。しかし、これがこう起きるのに、大丈夫だよ。皆様信じるでしょ？信じますと告白すればもういいよ。大丈夫だよ、大丈夫。疲れた時には休みなさいよ。疲れた時には休みなさい。そうすれば、皆さんに臨機を得ることができる。でも、私は天に行くのは難しくなります。私はまず、偽預言者になりますか？偽預言者。偽預言者は、裁きを時を見ないで、前もって、地上再現する皆様が前もって集めて、火の中に一番真っ先に投げるのが、投げ込ませるのが、偽預言者です。真理を伝えないで、偽りを伝える預言者は一番初めに裁かれます。私はこういうの分かっているから、自分が偽預言者になるために、皆さんを脅かすためにこういうことを教えることはまずありません。なぜ自分が裁かれますか？もう裁きなしに裁かれるの。ですから、真理を語るしかないの、真理を。ハレルヤ。アメン。真理を語るしかないから。終末論は、皆さん、一回勉強して終わったから、はぁ、もう勉強終わったから、はぁ、これ俺だよ、と、おもちゃにならない。ずっと皆さん、これを悟るまで勉強して、本当に目を覚ましていられるように頑張ってください。アーメン。本当はね、信仰は始めるのは大事だけどね、始めないと、イエス様と共に始めないと、信仰は間に合わないでしょ、最初から。しかし、始めるよりもっと大事なのは何ですか？終わりを通するのか。カラテヤ3の3章でこう言ってますね。カラテヤ人たちにパウロが警戒してますよ。脅かしじゃないの？脅かしじゃなくて。あなた方は肉によって始まって、霊に、聖霊によって始まって、さっき、イエス様信じて聖霊に満たされた生活をして、その後、肉で仕上げようとしてた。その後、後になっては肉で仕上げようとしてるんだと。これはパウロがカラテヤ人たちを脅かすためじゃなくて、彼らを愛したから。愛する者どもが、そのようになって倒して、救いから遠ざかっていくのを見てられなかったから、こういう嫌味じゃなくて、真理を、そう語ったわけです、真理を。ハレルヤ。皆さんも、自らが目を覚ましていて、こういう終末論に基づいた信仰生活をきちんとやって、信仰生、個人も教会も一番大事なのは何ですか？終わりになった時に、勝利しないとダメなの。終末論を勉強する目的はそこにあるの。今、イエス様信じてますから、みんなね。信じるから紹介してるでしょ？違うの。今、イエス様信じるでしょ？だから紹介してるの。これで間に合わないの。最後に、ちゃんとイエス様によって仕上げて、命を、永遠なる命を持って仕上げるためには、終末論勉強しないといけない。最後にも、間違いなく、救われた命を持って永遠なる、仕上げようとするならば信仰生活を終末論に基づいた信仰生活をすべきだという。それが終末論を勉強する理由であり目的であります。ただ一人も置き去りにされないように、最後まで救われた生活ができますように。アーメンですか？ですからね、本当は信者たちが一番おいしいと、一番、これは他よりこれは知るべきだと心を熱くすべきなのは終末論です。しかしなぜ今のこの世の教会で終末論が軽んじられているかというと、悪魔が、こういうの悪魔が分かっているの。これがそれぐらい大事だろうか、悪魔は分かっているの。当然自分は地獄行こうとかがもう決まった立場だ、身分だからね。だから教会で終末論を正しく教えると大変だから、下手に間違った終末論を教えるように、サタンが先に働きかけて、イエス様、1998年10月28日、90年10月28日来るとか、間違った終末論を教えるように先に仕掛けた悪魔が、それに仕掛けられた人々がとんでもない終末論を教えて、ここで終末論といえばもう一旦のようになってます、今の世の中が。これは、嘆き悲しむことなんですよ。これは、一番大事なことを、一番教えちゃいけないよ、そういう雰囲気をサタンが作ったとの先に。
これに負けた信者たちが悲しい。皆さんは目を覚ましていて、正しい終末論を勉強することによって、皆さん、サタンのこういう契約まで全部打ち砕いていく、そういう勝利者になりますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アメン。終末論は、水曜日の講義では終わってますが、皆さんの生活の中では終わってはありませんよ。アメンですか？間違いなく、第一の復活に預かる最後の瞬間まで、終末論に戻っていって、目を覚まして、信仰生活ができますように。イエス・キリストの皆で祝福いたします。アメン。それでは、544番、賛美しながら、